なんだ、何かあったのか。起きて行かないと。もう馬の準備はしてあるよ。シリー、まだ明け方だぞ。どこに行くんだ。ベレン、ハゲ山よ。魔女の集会までもう日がない。集会の主賓誰だと思う。知らん、教えてくれ。イムレリス、あいつを殺す絶好のチャンスだ。どうしたんだ、一体何があった。ベセミルの仇を討つの。魔女の集会、絶好のチャンスよ。イムレリスは酔って仲間とお祭り騒ぎをしてるはず。襲撃されるとは思ってない。どこで聞いた、イムレリスとか魔女の集会とか。アバラクが追っ手について教えてくれたの。情報はそれ自体が局面を左右するって。早く移動しながら話しましょう。待て、先に伝えなくてはいけないことがある。エムヒルが必死に探していたのは知ってるか。イエネファーが何か言ってた。お前に会いたがってた。なぜ今それを言うの。お前の父親に会う、これが最後のチャンスになるかもしれない。行くべきだと思う。自分で決めるんだ。ゲラルトの意見が聞きたいの。どうしたらいい。話をしたいだけかもしれん。それだけ。本当にそう思うの。エムヒルはお前に何も強制しないと約束した。行くべきなのね。父親だからな。ビジマは途中だし、やることにするよ。準備はいい？行こう。皇帝陛下、こちらはリビアのゲラルトとチリラ・フィオナ・エレンディアのシントラト・ブルッゲの女王、ソドン公爵にしてイニスアード・スケリッグ並びにイニスアン・スケリッグの相続人、アトレとアブヤラの宗主。なれよ、ニルフガードから竜の山まで誰もがお前の前にひざまずくようになる。約束を守るとは思っていなかったぞ。シリはあんたの話を聞きたいそうだ。いいだろう、報酬だ。報酬のためじゃない、娘を連れてきてほしいと言われたから連れてきただけだ。シリとの話が終わったらすぐに出るつもりだ。本気か。怪物を追って走り回る必要がなくなる額だぞ。本気だ。なるほど、金を受け取るのは誇りが許さないのだな。ならば馬屋にニルフガードさんのオス馬がいる。それを感謝の印に受け取ってほしい。感謝する。さて外してくれ、娘と話がしたい。こちらです。白狼、久しぶりだな。どうも将軍。フォンター川は問題なく渡れたか。ああ。バングリーンのあたりの浅瀬を渡ったのか。リンデを通らなくて正解だ。あそこはまだ物騒だしな。
ラドビットが西側から攻め入ろうとしている。王女が女帝となりこの地を治めるその日が来るまでそんなことはさせないがな。シリはまだ同意してない。その通りだ。彼女は女才ない。まだ決まってもいない申し入れを祝うようなことはされないが、拒みもされないだろう。そうか。ニルフガードの皇帝になりたくない奴を一人でも知ってるか。想像できるか。ワインで酔っ払った吟遊詩人なんかにしか思いつかないような夢物語だと思ったが、大陸で史上最も強力な支配者が完全な勝利を収める前夜にその家で娘が戻ってきて相続を受け入れる。大衆はこんな話が大好きだ。もちろん美しくて繊細な王女もな。大衆ってのは。ゲラルト、行こう。お会いできて光栄です、殿下。私もよ。じゃあもう行かなきゃ。もう立たれるとは残念です。次の機会にはぜひこの続きを。私は結構よ。それで？父は私が金銀財宝に目がくらむと思ってるみたい。何か具体的な話は？ええ、具体的でどうしようもなく馬鹿げてた。ごめんなさい、話したくない。少なくとも今はね。無理強いはしない。準備できたら出かけよう。